6月19日日曜日午後5時42分の日本海はほぼ無風ですね。かすかな音かな。正面から、あ、右前からかすかに音礁がありますね。海には筋のようなうねりのみ、右奥にカラスがいっぱい集まってますね。また魚が打ち上げられたのかな。こちら側正面からそよ風程度の気持ちのいい音潮が吹いてますね。海はほぼフラット。気温は26度ぐらいです。風は右前からかすかな音潮は、海には筋のようなうねりなの。明日どうですかね。右側の奥、赤潮が発生してますね。久しぶりに赤潮です。日が暮れてきたらこれが光るんだろうな。カラスはまだいっぱいいますね。ということは魚かな。もうちょっと近づいていってみようかな。これですね。これなんやろ。魚じゃなくてなんか動物みたいですね。